相鉄線鶴ヶ峰駅付近地下化工事に着工しました。相模鉄道は、今日26日、相鉄本線鶴ヶ峰駅付近の約 2.1km を地下化する連続立体交差事業に着工しました。鶴ヶ峰駅付近では、横浜市の都市計画で実施する事業として、地下化が行われます。地下化されるのは、二俣川駅東側の保土ヶ谷バイパス交差部付近から、西谷変電所付近までです。鶴ヶ峰駅は、地下3階に、2面2線のホームが設置されます。大部分が、シールド工法によりトンネルが掘り進められ、駅部など一部が、地上から開削される工法で建設されます。地下化が完成すると、10箇所の開かずの踏切が除去されることとなり、踏切事故と交通渋滞の解消などを図ります。この地下化に向け、今日26日に、相模鉄道本線連続立体交差事業の着工式が行われました。今後工事が進められ、鶴ヶ峰駅付近の地下化工事の完成は、2033年度の予定です。これで、11月26日の KAB ニュースを終わります。